たんですけども、はい、グランパスがいい形で先制点を取ったと、はい、風が吹いているかもしれませんが、これは左サイドオープンスペースに出ましたマジーニョです。マジーニョここ行った、倒されました。これは3番の大岩とマジーニョ、これは出るでしょう、出ますね。マジ戦術で臨みたい、はい、そう話しています。はい、レッキョ選手にはこの人の冷静スタート増田がヘディングで競りました。倒れたのが27番の中谷です。今日が J リーグデビュー戦、はい、ストイコビッチ、平野フリーです。正面でフリーですよ。そして左サイドオーバーラップしてきた中谷、いいです。セッティング映りました。柳沢が入ります。これ後半が始まりました。小笠原がこの試合途中から増田に代わって出場です。
この選手は非常にあの可能性といいますかね、いいものを持っている選手ですね。はい、通常のアントラーの強さといいますかね、はい、いいものが出てくると思うんですけどね。やったー、ストイコビッチ、やはりこの人の動きが効いていました。そして岡山大活躍でした。